建設の審判前田。おお、あんな吉田ボーリング玉だと気づいてない田中。課長、60歳の誕生日おめでとうございます。チッ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 って音がするけど。ふふふ、まごまごしてる。なんだこのシャボン玉は。ジャイアンの欲張り、意地悪、バカ、脳天ゴリラ、アホ、クソったれ、心電図みたいな吹き上がって。周りが暗くなってきたな。もうそろそろライトをつけないと危ないな。やい、小遣いよこせ。なかったら静香様が黙っちゃいないぜ。新郎新婦、あなたたちは辞める時も健やかなる時も愛を持って互いに支え合うことを誓いますか。誓います。誓います。誓います。いや、お前も誓うんかい。先生、僕今度先生のことを教育委員会に訴えてやります。おう、しっかりやれ。よし、次はスネ夫だ。担当医がすぐに楽にしてあげますよ。だって本当に。お父さん、よかったわ。はい、ストップストップストップ、ちょっと待って。なんだよ。あのね、どっちかが来週と間違えてんの。おいおい、だから帰って片方。どっちでもいいよ。どうする？はい、カット。激すぎが映り込んでるわ。これが走馬灯ってやつか。田植え楽しいな。これしかねえのか。生まれた。それで色は、うちの子は何色なんですか。今のはスピード違反ですよ。運転免許見せてもらえます。え、運転免許ないんですか。ないなら無免許運転で逮捕ですよ。マンマミーヤ。のび、わしは廊下でも立っとるぞ。ばあちゃん、年金倍にして返すからもう1万。ずっと文通してたペンフレンドのスミスくんがもう一人の人格の僕だったんだ。レギュラーとハイオク、どちらになさいますか。ハイオクで。かしこまりました。ここだ、くじの中にぶち込んでくれ。え、この年になると腹筋100回、スクワット100回のセットを500回はきついな。俺の名前は服部平次、工藤と同じ高校生探偵や。コナン君と同じ。ねえ、恥ずかしいからあんまり私のお弁当見ないで。食べ物を粗末にするな。待って、マジどこやったんだろう。おう、どうした。すいません、あのここに置いてあった健尿カップ知りませんか。はい、ウノって言ってない。そりゃトランプだからね。すいません、これ本当に腰に効くんですか。いや、実を言うとね、あの IQ ってのあれが7もあったんですよ。第1問、好きな女の子の家が分かった時何をしましたか。待ち伏せ、総攻撃、暴力、魚雷発射。今日のテレビは野球中継を見るんだ。いや、全日本キャットショーだ。プリキュア。 B 列52にお座りの田中様、妻が働く785便で不倫旅行とはいい度胸していらっしゃいますね。炭治郎、妹が人を食った時お前はどうする。おかわりいるか聞きます。このブリリズム、面白い漫画だな。それがしのデビュー作でござる。プレゼントが気に入らないとぶん殴られるし、ケーキは一人で食べちゃうし、あのものすごい歌を聞かされるし。だから僕去年は風邪をひいたことにして行かなかったんだ。私は親類の結婚式に出るからって。僕は葬式に出るからって。その手があったわね。さよなら、のび太さん。炭治郎、妹が人を食った時お前はどうする。野菜も食えよって言います。暴力をなくし、明るく平和な国を築こうではありませんか。甘い、圧倒的な暴力が平和を作るのだ。そうだよな、お前たち。賛成。異議なし。つまり、のび太なんかこの世にいないことにするんだよ。相手にしないの、口も聞かないの。じゃあ、のび太さんの代わりはお前な。嬉しいだろ。キャー、助けてー。それじゃあ事故の原因は。スマホを見てたらピカチュウが飛び出してきたんです。うん、それポケモン GO やってるね。80キロオーバーですよ。何やっちーた。あなた、この街で会った誰よりもいい心音がするわ。そうそう、もっとその苦しみの声を聞かせてくれ。速報です。一番ねっとりしたひらがなはぬ。専門家が確認しました。俺だらん、新一だ。新一、わかったんだ。その別荘で二人の先生を殺した犯人が。え、どうして。コナン君に聞いたんだよ、事件の概要を。そこでランに頼みがある。頼み。俺の代わりに自首してくれ。お子さんが急病。何、鉛筆を飲み込んだ。消しゴムを飲みなさい。たかし、開けなさい。たかし、あんた明日センター試験でしょ。こいつはご飯を食わずにはいられない。合う、合わないわけがない。そして知覚過敏、くーしみるぜ。おい、一緒に洗濯するなって言ったよな。ごめん、ホワイト。銀行はどこだ。家、あっちに交番があるので教えてくれると思いますよ。じゃあそこまで案内しろ。ママ、これ何。考えちゃダメよ、たくさん飲みなさい。ひょっとしたら僕はこの家の本当の子じゃないんだ。どこかで拾われたんだ。ははは、拾ってくれた親に感謝だな。行こう。いいのか挨拶。いいんだ。おい、サンジ、この帽子をお前に預ける。そこに3匹のポケモンがおるじゃろ。赤犬、青キジ、黄
キザル。さあ、好きなのを選べ。シズちゃん、うちへ遊びにおいでよ。今日はのび太の命日だからお墓参り行こうよ。まだ自己紹介してる途中でしょうが。5人揃ってた頃の写真。若草っぽい特有の香りがより引き立ってるね。すいません、それ箸置きです。あ、そうなの、ありがとう。バカモン、撮影中は黒のダイヤル式以外の電話は使うんじゃない。貴様の名は俺にまだ名など許されておらぬ。たかし、ご飯よ。あれ、もしかしてあのジブリ出てましたよね。ふざけるな。おい、誰だ、変な笑い方するのは。ぶん殴ってやる。おや、誰もいねえぞ。バカめ、足跡残していきやがった。これをつけていけば若ちゃんの足跡だ。しかし、なぜジャイ子が僕を。まさか僕が好きになったとか。それはない。たとえジャイ子でも絶対にない。いますよ、どうぞ。おい、のび太、それはないぞ。よし、そろそろ店を開けるか。電気でもつけよっと。うわ、なんかいる。遅いぞ武蔵、何をしていた。え、行けたら行くって言ったじゃん。煉獄さんの唾だ。よもや、あ、よもや、ボタンを押すと音が鳴る。てか俺思ったんだけどさ、技名叫ばない方が防がれにくいよな。わかる、だって俺も同じこと思った。教授郎、お前も猿にならないか。あっち向いてほい。判断が遅い。私の日輪刀は電池で炭治郎の声が出るやつだから。ネズーカを、ネイチャーが必ず人間に戻すからな。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。みんなの前での自作ポエムの朗読に覚悟はよろしいですね。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったらみんなで迎えに行きますよ。はい。全部積み終わりました。よし、下ろすぞ。いって。うわ、修造から電話来たし、あいつだる。いや、ここだけの話ですよ。無職のあなたにチャンスがあるんですよ。友達を紹介するだけで儲かっちゃうビジネス始めませんか。無職に友達がいると思うなよ。なんか飲みます。あ、まだあるんで大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい。なんか頼みたいものとかって。まあ、特にない。なあ、ない。ああ、はい、そうですね。よ、みんな、わしじゃ。これはわしの家。わしが亡くなって家族は家。それじゃ出ていけ。力が欲しいか。どうせ3人だけと言うんだ。いつもそうじゃないか。どうせ僕はのけものなんだろ。私はお前のこと1匹って数えてるけどな。しずちゃん、オッケー、お疲れさん。おい、まあ素敵な車。またパパが新車を買っちゃったんだ。しずちゃん乗ってみない。動かし方教えてあげる。免許も持たずに運転しちゃいけないんだぞ。うるさいな、パスポートなしで海外に行ってるくせに。しずちゃんどうぞ。体調が悪いならしっかり休め。プリントは届けてやるから今日は学校来んなよ。あ、それってあなたの家族。もう喋るな、話が噛み合わねえ。さすがディオン、食べ放題で食べ残しを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。アナゴ、オナゴになる。磯野くん、ひどいじゃない。こんな顔でも生きてるのよ。なあ、今日学校休みじゃないか。気づかないか磯野、僕は先週も、いや去年も5年前も野球を誘っている。つまり時間軸がループしてるんだよ。唐揚げくん5個減量キャンペーン中です。それじゃ唐揚げくんじゃねえか。あなた方にとってキムチとは魂意味だ。6杯食べた。よかったね。ご飯を6杯も。まあ数を数えられるようになったらね。まさかお前補助輪なしか。願いを聞いてやると言ったも叶えるとは言っていない。それってあなたの感想ですよね。いいえ、違います。私の感じたことです。僕だけの力で君に勝たないとドラえもんが安心して未来に帰れないんだ。おい、のび太、落ち着け。それ以上やられたら俺は死ぬ。分かった、金なら渡す。前回バトル復讐ノーパンフルッチフリーザ。強烈な尿意で突然目覚めたんだ。手遅れだったがな。てめえ何中だ。撮影中だよ。俺もだよ。すごく大きくて歯ごたえありますね。野原君、出すよ。部長、あんなとこに力士が一人。人生の土俵際なのかな。お決まりですか。ドライカレーのドリンクセットで。ドリンクはブレンドください。お飲み物はいつお持ちしましょう。食事と一緒で。かしこまりました。お食事はいつお持ちしましょう。のび太くん、なんで塗装剥がしたの。しりとり、リンゴ、思いつかれ。もう二度と警官のコスプレなんかするんじゃないぞ。変身。スマホをいじるだけの副業で月に30万も稼いじゃったよ。ジャイアンもやってみない。なんで万引きなんてしたんですか。こんなものは売り物にならん。私は R です。
誰？ラーメン食べちゃったの？誰もいるわけないでしょ。獣だろ。タヌキか猿か野ネズミか。今のパパの川柳なかなかの出来よね。では見せてやるぞ、この猿の恐ろしい恐ろしさを。好物が好きなんです。でも幸せならハッピーです。爪楊枝って木の匂いがしますね。そこで俺は社長にガツンと言ってやったのさ、このハゲって。あ、社長、今日もふさふさですね。ねえ、今日は何時まででも大丈夫だからね。ごめん、残業はしたくないんだ。カッカッカ、飛んだぞ、クララが。僕と。いらっしゃいませ、あちらの席へどうぞ。誰だ、誰かいるのか。木のせいだよ。木のせいか。俺が 2P の方か。 Singing in the rain, just singing